ちょ、むーちゃん、うん、めっちゃいい企画考えた。何？ちょっとついに、うん、サブちゃんでも、うん、1万円企画やります。え、これガチで1万円企画ガチでやります。何するんですか？ウーバーイーツ。1万円分、うん、頼むとしたら何にするか考える。頼むんじゃないの？はい、むーちゃん携帯出して、あっち取ってきて、取ってくるわ。ウーバーイーツ、はい。ってことでガチで1万円分頼むんやったら何するか本気で考えよう。うん、ちょっと今むーちゃんは、うん、あの UberEats のアプリ持ってなかったらしいんで撮ってもらってます。つか、うん、持ってんねんけど、つかの携帯はこれ。そうやな、ちょっと待ってな。何食べたい？ちょっとほんまに食べるテンションでさ考えて。晩ご飯ってこと？そう、今から食べる。今から食べる、うん、まあむーちゃんはラーメンは食べられへんからそれ以外で。そうやな。今年むーちゃんがね1年からめ食べられないんですけれども、それはあの動画、別の動画で出てるのでちょっとそれを見てください。キン、撮ってます。今インストール中です。ウーバーイーツ撮った、過去に撮った形跡はあった。ウーバーイーツしたことある？1回だけなんかある気がする。これでやった気がする。でもそんな使いこなしてない。そっか、つかは結構何回もやったことあります。ほんま？でもその1万円分はやったことない。そうやな、それはなかなかないわな。なんかでかないわい、うん、わしでかない。なんでつかがちょっと下に沈まんといて、ちょっとこう角度がね気になって。これなんか登録せなの無理。最初もからなんも知らん。え、今なんかスキップする。あ、スキップしよう。よし、うん、ほんなら画面録画通知コミしてる。よし、はい、それでは1万円企画やっていきましょう。何食べる？まず何がいいかな。何がいい？ピザ。わあ、寿司あるやん。いいな。何がいいですか？え、でもさくらは米系。カツ丼ありそう。これカツ丼いいね。見てみましょう。1万円分やろ。うわ、うわ、美味しそう。人気らしいよ、ヒレカツ丼弁当が。でもすごい、いろんなカツ丼。え、でも特カツ丼弁当もいい。うわ、卵乗ってるよ、うん、きゃー、うん、でもさ、せっかく1万円やん、うん、1万円でさ、これ800円でこんだけ食べちゃったらさ、うん、もう他の食べられへん。確かにな。なんかチョコチョコにしよう。チョコチョコ、うん。何系？何系がいいの？チキン、からよし。ジョナサン。ジョナサンとかいろいろありそうだけどね、そのサイドみたいな。ニーズもあるけど。でもせっかくさ、うん、それにさ、じゃあ何がいいの？難しいな。スタバ。スタバ。まずはスタバにしよう。スタバどこ？スタバあったで、さっき。そう。ちょっと下に。今どうした？私としたことが。スタバって書こう。どこに検索しよう。どうやって検索するの？なんか悪くない？え、離れすぎてるって。見せてもくれへんの？ひどいよ、見せてよ。ピエン、スタバは早く届けないとあかんから。あ、ちょっとでもエリア離れてたらあれなんかな。じゃあゴンちゃんは？じゃあゴンちゃんにしよう。ゴンちゃんはでも飲み物しかない。タピオカでお腹いっぱいになっちゃったらそれこそもったいない感じするよな。確かに。え、でもゴンちゃんはデザートとしてもいける。さくら、確かにね。じゃあそうしよう。うん、でもな、うん、ゴンちゃんのな、飲み物自体が美味しいからな、うん、山崎はよくタピオカを入れずに飲み物だけ買う。うん、そう、ほうじ茶ミルクティーが好きです。いいよ。すごいいっぱいある。さくらいつも甘さ甘いにする。あ、これ何保存していいの？うん、甘さ普通。へえ。なし。お腹すいた。カートに追加してみた。じゃあさくらは普通のブラックミルクティー。ブラックミルクティー。あ、ちゃうわ、ちゃうちゃう。何それ、ブラックミルクティーって何？そんなちゃうけど。でもなんかありそう。なんか普通のやつ。じゃないのな、うん、普通のやつない。
あるよ、一応目なんか。え、それのさ、ていうか抜かれへんの？そう、黒糖じゃなくていい。ウーロン違うな。何やったのかな。あれ？あ、それ。え？抹茶の味だ。あ、え、タピオカ紅茶ミルクティー違うか。それなの。あ、でもブラックミルクティーで。あ、ブラックミルクティーこれや。で？アイス M 氷あり。でしょうね。の甘さ多め。はい。あるなし。なしもですね。ですね。はいはい。はい。これ何円今で？260人。1200円ぐらい。1270円ですね。はい、はい、そしてえ何する？ドトール。ドトールってでもな、確かにコンビニもあるの。ピザ、ピザ頼んだらもう終わり。でもピザって結構高いからな。うん、一個一個。そうだよね。ちょっと一回見よう。だからピザ、ピザはあのポテトとマヨのピザが一番好きなんですよ。余裕出ますね。そうで、多分ドミノにはそれがあるはず。明太マヨもちないっけ。あとと何か聞いたこと、あ、そう、マヨジャガ、マヨジャガ、そう、大好き。これにしよう。何サイズ？ M？ え？ M、 M、 M。 なんかいっぱいある。あ、生地選べるやつや、これ。どっちがどうなんやっけ。あ、でもチーズバーストとかダメ、うん、そうやね。パンピザがちょっとふわふわしてそうなやつね。これパリパリなんやろね、ウルトラクリスピー。ハンドトスト普通なんじゃない。じゃあハンドトスで。どうしよう。トッピングなし。なし。いいね。カードに追加これ。え？いいよ、消して。あれ？そう、一緒には入れられへんから店が違う。あ、そういうことか。今でだから3000ぐらい。うん。3500円ぐらい。うんうん。はい。うみちゃんは？ピッツァ？え、何これ？ピザライスボールってどういうこと？え、別にピザじゃない。うん。でもピザ食べたいもん。ないやねん。ないやねん。ピザ食べたいもんだ。食べてやん。横のやつがピザ食うてたらピザ食べたい。いやでもこの M 別に一人食べるわけじゃないやん、これ。横のやつこうやってピザ食う、一人でこんなん食べへんやん。でも僕チーズが好きなの。ビッグハム&マッシュルーム。あ、でもこのペッパロニみたいなのも美味しいよな、知らんけど。なんかさ、うん、すごい海外って感じする。うん。おしゃれな感じ。確かに。エビマヨネーズとかって。あ、もう当たり前に美味しいよね。クワトロハッピー。これだってさ、え、だって普通のピザのチーズは食べれるんやもんな。じゃあこれにするわ、僕。オッケー。ハンドトス。ハンドトスで。はい、じゃあ、ピョン。ハンドトス。何やった今のやつ。お、これで4690円と1270円やから 5000、6000、難しい、6000ちょっと、うん、あと4000。もう、もう結構デザートじゃない。デザート？デザ、デザート何？クレープ。クレープって調べたら出てくる？出る。グレープになっちゃった。グレープいらん。クレープ持って、いや食べるけどな、持ってこられたら食べるけどな。何かな、何か、うん、クレープ屋さんって何？意外とこの範囲があれなんかな。ああ、そうかも、そうかも。これ事務所で今撮影してるんですが、ね、事務所近辺に来る。美味しそう、うん、たかがカレーパン。マジカレーパン好きやな。好き好き。え、ないで、クレープ、うん、わ、絶対美味しいカレー屋さんやな、これ、うん、なんやな。ちょっと見ようよ。でもピザも頼んだら、ナンも頼んだら、そうか、ナンめっちゃ好き。シシカバブーや、なんか聞いたことある、シシカバブー。シシカバブー。何シシカバブー。なんかアニメのキャラっぽくない？シシカバブー。うわ、チーズナンプルなんかあるかな。美味しそう。美味しそうやな、うん、A セット。 A セット行っとこよ。 A セットなん、ライスライス、なんなん。バターチキンカレー一択ですね。ですよね。で、あ、まあ、あ、まあ、激辛。普通しかない。はいはいはい。これで、はい、出た。新しいカード。いいよ。何円？1250円ですね。だから7800円としよう。そう、くらいにします。ざっくり計算で。ってことは、あと2200円食べれる。え、デザート欲しいな。あ、それ伊藤近い。え、なあ、あのローソン見よ。ローソン、ローソン、ローソンのウーバーある。出てきたよ。持ってきてくれる。
え、すげえ。ほら、手触ったアイスクリームとか。ほんまや。台湾カステラのいちご&ミルク、美味しそう。え、すごいね。ローソンってスイーツがすごいなんか確かにこだわり抜いてる感じ、うんうん、特にしますね。誰やねん誰のよくある感じのやつ。あー、なんか意外と意外とこの辺もっちりとして白いたい焼きもこの黒い器に入れたらすごいいいやつっぽいな。いいやつっぽい、高級感。今までこのたい焼き好きです。それにするか。でもせっかくやったらローソンにせっかくってあるの。おぼれクリームのチーズスフレも気になるよ、僕は。チーズじゃなかったな、うん、僕チーズ好きだからね。追加？うん、うん、ほんでからに大きなソース。これふんわりワッフルカスタード&ホイップで、今まだ490だからこれ8000円ぐらい、ね、8000円ちょい。え、飲み物買ってなくない？いや、ゴンチャ頼んだね。頼んだわ、ゴンチャ頼んだわ。じゃあなんかさ、うん、ポテト的な、ポテト的な、あ、サラダ的な、サラダ的な。ガストにサラダない？見よ、野菜みたいなのが欲しい。確かにね。ガストってからよしとコラボしてるの、ずっとこの。うわ、すげえ。うなぎ、おいしそう。うなぎ、おいしそうやな。うん、美味しそうやったな。サラダの絵と。うわ、いっぱいあるよ。いっぱいあるよ。エビとイカの。え、やんな。エビとイカのシーフードサラダ容器。S と L がある。L。L。2,3 名用、うん、いいですね。食べたらいい感じ。だから8,000、もう9,000円くらいかな。あと1,000円、あと1,000円、うん、ラス1,000円。何や、なんか決めて。お部屋とかあるわ。おー、いいな。でもデザート買っちゃった。確かに、コンビニでやってもうた。やってもうたな。やってまうたわ。やってまうた。うわ、ここらまあまあ、ポポラママ。何があるの？パスタか。イタリアンって感じやな。トマトってな。あ、トマト料理みたいな感じ。あ、そういうことか。サイド。タコのマリネうまそう。エビとアボカドもあるの？あ、プロシュートや。あ、プロシュート。え、プロシュートってさ、うん、ジョジョ？知らん、わからん。え、分からん。何？分からんけど。プロシュートってなんかジョジョかなんかに出てきたくない？ガーリックトースト美味しそう。美味しそう、それ高い。なんかさ、プロシュート、え、ジョジョやっけ？敵役みたいな、なんか出てきたことあってさ、うん、そっちで初めて知ったからな。プロシュートってチーズの名前？何？いや、ハムの名前？ハムの名前じゃない。それ聞いた時に、え、プロシュートってなって、ジョジョやったっけ？ジョジョやった気がする。ちょっと誰か教えて。カプレーゼがおらん？いらない。あ、おらない。いらないし、いない。エビとアボカド、今これな、350円やった。あと600円くらい。600円くらい。うわ、タコのマリネや。もうタコのマリネやん。タコのマリネしかないわ。ガリックトースト追加できるタコのマリネ。じゃあよく一緒に、ね、あされる商品やね。これで1万円？うん。1万円いきました。よし。よし。じゃあこれを注文しません。しません。でもいつかしたいな。これ今しか。うん、めっちゃお腹空いてた、うん、空腹にすごい大打撃。大打撃。やろう言うてきた、はい、言うてきた言うてきた。でもなんかちょっと夢見て楽しかったくない、うん、楽しかったね、今からちょっと食べるような感じで。楽しかった。めっちゃ悲しい遊びしてる。YouTube でこれした人おる？おらんのちゃん、うん、別に誰にも迷惑言わない。そう、別に誰にも迷惑かけて、自分たちがダメージを、ダメージを受けるやったわ。自己満というか。はい、ということで今日は2人で1万円企画やったらという、はい、うん、Uber Eats 1万円分注文したらという、はい、はい、おままごとをしてました。はい、またお会いしましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。